桂浜温泉です。天気がいいです。餅つきの季節です。檜山の頭が見えます。今は10時。いなり寿司を買いました。10時12分、登山道案内。直登ルートがあるんですね。入り口の案内は2つありますね。案内があります。まだ新しい看板。ここが正式な登山ルートになったんですね。あそこは桂浜公園。舗装されていますが急です。前に登った道と合流。えぐれ道76番、石積。お地蔵さんが続きます。岩があります。パワーを感じる岩。懐かしい道、3回目です。船をつなげそうな岩。海岸線が見えてます。岩がある峰が見えてます。えぐれ道、休憩所。晴れて青空になってきました。緩やかな登り。71番、倉橋島の海です。山口県の島も見えてます。周防大島。あそこは鹿島です。鹿島と書きます。そして愛媛県の二神山見えます。二神山、あれが津和地島でしょう。もう少し上がると鹿島がよく見えます。これが鹿島。あっちは中島でしょうね。愛媛県です。ああ、山頂の巻き道があるんですか。また休憩場。お地蔵様、岩です。綺麗な山道。道が壊れたんですね。柵が倒れてます。68番だ。なだらかな道。橋。また展望が良いです。スタート地点の桂浜温泉。南東方向、鹿島大橋が見えます。南天の赤い海。ここにもベンチがあります。海がこのように見えてます。66番、柵があるところです。うわ、まだまだ。お、ベンチがあります。絶景ポイントから映してます。絶景県の鹿島、愛媛県の津和地島、
中島の方です。南東の景色、松山のフェリーいませんかね。観光港見えないかな。雲があって遠くが白く霞んでます。岩場が見えてます。64番、あずま屋が見えました。あずま屋、今は車がいません。案内板、駐車場前からの展望、鹿島です。二神島、中島、野口綱島と睦月島、松山市はあっちの方です。桂浜温泉。さあ、檜山展望岩に向かいます。道はきれいに整備されてます。きれいな階段、61番、早瀬大橋が見えます。能見島の打法さん、今年登りました。早瀬大橋、ふもとの町、急な斜面、檜山山頂見えました。さあ、いよいよです。60番、お久しぶりです。檜山408メートル、展望岩、ありがとうございます。ゆっくりと後ろ檜山が見えてます。あずま屋もあります。あっちから登ってきました。岩の上です。408メートルです。車道が見えます。陰ってきました。檜山の鍵ができてるんですね。能見島の打法山、大黒神島、倉橋島の岳浦山、倉橋島の最高所です。車で通った道、町です。岩、柱島、右奥に周防大島。冷たい風が吹いてきます。周防大島の大宮山の方でしょう。あれは横島だったかな。愛媛県の津和地島、広島県の鹿島、鹿島大橋、愛媛県中島、愛媛県の野口綱島や睦月島、遠くに高輪山が見えてるんでしょう。釜狩島も見えてるのかな。
なんかあっちの方から声がします。あんなとこにグランドができてます。あとで同じ道下ります。さあ降ります。雲で陰りましたね。11時36分。砂道は滑りやすいから注意。さあ降りてきました。11時42分。ベンチがいっぱい。もうすぐ東屋です。東屋の窓、額縁です。周防大島や柱山が見えます。柱島ね。確か柱島は金蔵山だったかな。曇った影の景色になりました。中島。先ほどあっちの檜山にいました。分岐かな。12時のサイレン。寒い空。そろそろピークかな。この辺に、ここに少し展望あります。先に行きましょう。パワーを感じる岩。違う。樹冠からの景色。ここが暗部。あった。三角点です。後ろ檜山。山頂455メートル。水分補給。上鎌狩島が見えます。大崎下々も見えてるんでしょう。来島海峡大橋はあっちの方でしょうね。瀬戸内海、今治の方です。一番高いとこが高輪山のはずですが、雲が邪魔します。また晴れてきました。ふもとの町、あっちの方は港があります。あったかそうに見えてます。下鎌狩島が見えます。秋灘大橋少し見えます。さあ戻ります。樹林帯。ちょっと寄り道してます。景色を見ます。道は悪くないですね。でも岩山行きません。岩山ルートの道をちょっと見ました。同じ道を下ります。
12時25分。あずまやでーす。岩場。スタートした桂浜温泉。檜山が見えてます。12時31分、駐車場です。日が当たってます。お昼のお弁当食べました。日が照る時もありますが、もう雲に隠れるんでしょうね。さあ、降りましょう。12時51分です。景色が良いところです。絶景ポイントと書いてあります。この柵がまだ新しいように見えます。振り返ってます。後ろ檜山65番、千畳敷分岐。降りてまーす。大きい桜の木が見えてきました。工事現場、たまに音がポンとします。ポン。最初に休憩したところです。穴があります。落ち葉がたまる道。登山時の分岐に戻りました。78番、あともう少し。13時28分下山しました。バスです。県道、昔の船着き場。綺麗な砂浜。カラスがいます。漁港です。昔の船着き場、桂浜ドック跡。お、松林、ロープの間の道。浜辺に着きました。桂浜です。日が当たって綺麗。波音いいですね。綺麗な小石。長門島の日。石灯籠、桂浜神社。檜山、
13時38分。